皆さんこんにちは、シューポンキノコです。今日はこちらのボンちゃん編で、謎現象が起きたのでご紹介します。まずは普通にやっていきます。ボンちゃん編は連携しているアプリの、青鬼オンラインで、一回青鬼ですれば遊べます。お腹を空かせたボンちゃんが、キャットフードを取って逃げれば、クリアというストーリーです。キャットフードの場所を、入り口に立っている村人に、教えてもらうのにドライバーが、必要です。この後、気をかじってこの目の前のモブオ君を、どかせばドライバーは手に入ります。途中カットして、ドライバーを取るところまで来ました。ここでモブオ君が立っていたところを、調べると、ドライバーがゲットできます。確かに取れてますね。だけどここってもう一度調べると。また出る。そうなんです。ドライバーたくさん落ちているみたいなんです。もう無限に出るので欲しいだけ取ってください。このドライバーを売って商売が、できるんじゃないかって、思っちゃうくらい取ってしまいました。っていうかどんだけ落ちているんだ?と言いたい。ま、気が済むまで取れましたので、何個取れたか見てみましょう。あんなに取ったのに1本かーい。残念なことに数は増えませんでした。取ったドライバーを持っていきます。そして村人さんに渡します。渡すことによって、キャットフードの場所を教えてもらいます。このキャットフードを取ることによって、追いかけっこが始まります。とにかく今はドライバーを渡したので、アイテムを見ると、何も持っていません。と、確認したところで、ドライバー取りに行こう。まだ取れるー。どんだけドライバーがあるんだろう。もう無限ドライバーだよね。出てくるだけで、一本しか取れないんだけどね。でも、ドライバーを渡した後でも、取れちゃうってやばい。ちなみにキャットフードの場所を、聞いた後で、またドライバーを持って行っても、ここでは使えない、となってしまいます。アイテムとして残っちゃったけど、何か使い道があればいいのにな。この後、謎現象2を紹介します。ストーリーを進めます。掛け軸からキャットフードを、取ったポンちゃん。モブオがやってきて、追いかけっこが始まります。宿屋から出たら、右下に全体マップを表示しましたので、ピンクで囲った右エリアまで、逃げます。ここが真ん中のエリアです。ここに女の子がいるのが真ん中のエリアです。そしてここが右のエリアです。この上で回ることができます。そして左へ戻ります。すると、ここって真ん中エリアの左端なんです。女の子がいますよね。この辺りに出るはずが、左端に出ちゃうんです。もう一回行きます。ここを回って、あ、下から行きます。真ん中エリアの右端に出るはずですよね。やっぱり真ん中エリアの左端に、出ます。戻るという想定は、なかったのだと思いますが、ちょっと不思議な謎のワープですね。もう一回だけ行ってみます。やっぱり左端です。ちなみにですが、ここを回って、真ん中エリアに行った後、さらに左に行こうとすると、ゲームオーバーになります。ずっと回りたい場合は、こんな感じを繰り返してみてください。ちょっと不思議な謎現象を、二つ紹介しました。興味がある方は、ぜひやってみてください。それでは動画はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。